ラルフ・パケット・ジュニアはアメリカ合衆国の軍人。朝鮮戦争中アメリカ陸軍の将校として第8軍レンジャー中隊の指揮を取った。1950年11月25日、51人の隊員からなるレンジャー中隊は第205高地をめぐって中国人民志願軍と戦い、パケットはこの際の選考から主君十字章を受章した。 最終階級は大佐。2021年5月21日、第205コーチでの選考について、ジョー・バイデン大統領から改めて名誉勲章を授与された。1926年、ジョージア州ティフトンにて生を受ける。陸軍主管学校在学中は、陸軍ボクシングチームの首相を務めていた。1949年、卒業とともに、不評価省位に任命され、 第8軍が駐留する日本に派遣された。この直後、パケットはレンジャー部隊に志願したものの、第8軍側からはレンジャー中隊に勝位は足りていると伝えられた。しかし、パケットは分隊長や少銃兵としてでも良いと返答して再志願を行った。レンジャー中隊の編成を行っていたマギー大佐は、パケットの積極的な姿勢に感銘を受け、 通常は大員が務める中隊長の職をパケットに与えた。1950年10月11日、第8軍レンジャー中隊は朝鮮戦争ただ中の朝鮮半島へと派遣され、昼夜を問わず敵軍への襲撃を実施した。パケットと第8軍レンジャー中隊の名は、1950年11月25日の第205高地をめぐる戦いでの勝利によって、 広く知られることになった。第205コーチは、清川港を見下ろす戦略的要衝である。戦闘が始まった時、戦力はわずか51人のレンジャー隊員のみで、最も近い友軍部隊でさえ1マイル以上離れており、その上で全州から完全に包囲されていた。一方、夕方の時点でパケットが砲兵隊との調整を終えており、夜間の支援砲撃は可能だった。 22時、迫撃砲の一斉砲撃と同時に中国軍の総攻撃が始まった。中国軍は4時間半にわたって6度の攻撃を行ったが、パケットは自分たちを加害範囲に含む極至近距離に対しての砲撃支援を要請して、これを退けた。戦闘の最中、パケットは何度か負傷している。一度目は手榴弾の爆発によって、 二度目は彼が隠れた多骨ボ号の目前で起こった迫撃砲弾の炸裂によってである。これらの負傷によってパケットは倒れ、レンジャー隊員のデイビッド・エル・ポーラックとビリー・ジー・ウォールズの領上投兵によって救出された。その後、パケットは構想され、一年間にわたって入院生活を送ることになる。朝鮮戦争の休戦後、パケットは 陸軍風評学校レンジャー部の山岳レンジャー部隊に部隊長として2年間務めた。その後、最初のレンジャー部隊顧問としてコロンビアに派遣され、コロンビア陸軍レンジャー学校の設立に携わる。西ドイツ中流の第10特殊部隊グループに移った後は、B チーム及び C チームで指揮を取る。1967年、パケット中佐は、 第101空挺師団第502不評連隊第2大隊長としてベトナムに派遣される。同年8月、従来近くにおける防衛式の選考から2度目の主君十字章に推薦される。パケットとレンジャー隊員ら1971年に大佐の階級で陸軍を退役し、アウトワードバウンドに勤めた。また、その後はディスカバリー社を創業したほか、 ソフトハードウェア開発企業であるマイクロビルド社に副社長として名を置いていた。1992年、レンジャー電動にパケットの名が加えられた。1996年から2006年まで第75レンジャー連隊の名誉大佐を務め、これに大使主君文民記賞が送られている。パケットは不評学校の名誉教官とされており、 卒業者向けの講演もしばしば担当する。1998年には、セントモーリス勲章を受賞し、同年のレンジャー・オブ・ザ・イヤーには、彼が朝鮮戦争で率いたレンジャー中隊が選ばれた。1999年、ギャザリング・オブ・イーグルズの会員となる。2004年、故郷ティフトンの伝道に、彼の名が加えられた。西半球安全保障協力研究所親善大使。 2004年度陸軍士官、学校主君卒業生、2007年度、ダウボーイ賞などにも選ばれている。執筆活動も行っており、ワーズ・フォー・ウォリアーズ、A ・プロフェッショナル・ソルジャーズ・ノートブックなどの著書を発表しているほか、各メディアにも記事を寄せている。現在は、ジョージア州、コロンバスに妻と共に暮らしている。2人の娘と1人の息子、6人の孫がある。 バイデン大統領から名誉勲章を授与されるパケット2021年5月21日第205コーチでの選考について受賞した主君十字章を格上げする形でジョー・バイデン大統領から名誉勲章を授与されたこの際の式典には韓国のムンジェイン大統領も出席し彼らの貢献があってこそ韓国に自由と民主主義が根付きしたとして 朝鮮戦争にてパケットとレンジャー中隊が果たした役割を称えた。文は授与式典に招かれた最初の外国首脳であった。パケットはアメリカ軍人として以下の勲章等を受賞している。ありがとうございます。